安楽寺は、神奈川県高座郡寒川町にある高野山、新言宗の寺院。玄中本寺。相模国巡視国八十八箇所第六番。境内本堂裏手には、大見和塚古墳がある。古くは、寒川神社の別当寺であった。現在は、高野山高出院の末寺。国分寺の創建より古い718年回帰と、 伝わる古刹であり、相模国和行宮である、寒川神社の別当寺として創建された。寒川町内では、最古の寺院で、ご本尊である木造の大日如来座像は、寒川町の重要文化財に指定されている。江戸時代には、中本自閣の寺院として発展し、現在の寒川町、海老名市、藤沢市にまたがる18家事の末寺を持ち、 和幸ゆ門中大塚門中と称された。1633年の関東新言州古儀本末町には、報壇書と記されており、この地域における新言州僧侶の養成機関としての役割を担っていたと考えられる。また、1821年には、相模国巡視国88カ所の霊場として、工房大師座像が安置された。なお、薬王寺、 西善院、神章寺、三大坊、中野坊の五家寺は、寒川神社の神宮寺及び愚僧寺でもある。その後、1904年には、廃寺となった松寺の看護寺と東学寺を合併し、さらに1907年には、同じ松寺の宝刀院も合併し、現在に至る。現在の本堂は、近年に建て替えられた。堂内は、仏教寺院では、 珍しいステンドグラスによる装飾がなされている。相模国巡視国八十八箇所の具法大し座像であり、中央は第六番である安楽寺、右は廃寺となった松寺の看護寺、左は同じ松寺であった宝刀院のがそれぞれ安置されている。参道入り口付近にある遊水井池。池の中央には小さな祠がある。境内本堂裏手にある前方公園墳で、 初代愛部国造家や武彦命の屈津城と伝わる。相模川流域の古墳としては最大級であり、周辺にはさらに五期の古墳群があった。古くから、寒川神社由緒の古墳として伝えられており、かつて塚の上には、伝えに行き、総集一のや寒川大明神秘先生の五秒屈なりと連下座に刻まれた大日如来の石像があった。安楽寺は、 寒川神社の本事物であり、一番目の別当寺として創建された。通常、別当寺は神社のそばに建てられるが、わざわざ大見わずかの前に建てたのは、寒川神社由緒の古墳を守護する意味があると考えられる。ありがとうございます。